続きまして、のりの脇の獅子舞をご紹介いたします。よろしくお願いします。獅子踊り会長の長倉雅人です。よろしくお願いします。獅子踊りの始まりは江戸末期慶応年間とに、もう一つから海の町の森焼いて森焼安夫さんが6代目ですので、7代目の森屋一夫さんは津軽市の、市役所出張所の、所長さんで今来られておりますけども、その方が7代目になるんですが、その祖母に、向こうに、2代目の当主の、佐志郎さんという方が、もう一地から獅子踊りを伝えたと聞いております。基本の踊り構成は踊り手が8人、太鼓が2人で2列で踊るのが基本なんですけども、その他に、別外に笛吹さん、今日はちょっと相撲は来ていませんけども、とかそれからチャンバーというのが、昔あったらしいです。今現在は獅子踊りの幕とか、それから衣装、歌詞が幕が乗るのは14組に太鼓が4回、私も持っておりまして、それが、足りなければ、他に中学校の生徒が作成した、歌詞が幕が12組、太鼓が4回ありまして、1列で長くなったり、輪になったりして変形して踊っております。今日は見た通り対面の踊りになるため、2列で前向きになった踊りを披露したいと思っています。踊り手を紹介します。こちら側から私の隣から、久保田愛理さん、村田道里さん、森合花代さん、太田武蔵さん、森合辰則さん、斉藤好花さん、久保田、若菜さん、以上、それから踊り手で、その太鼓が、森合剛さん、森合で、失礼しました、山野根剛さん、それから、沢口、正勝さん、以上で踊りたいと思います。それでは、のりの脇獅子踊りをご覧ください。Thank you.
前に。Thank you.
ありがとうございました。ご利用は気持ちいいと思いました。去年から今年の一番主な活動としては毎年やってるのは稲荷神社って向こうにあるんですけども、そこのおみこしが巡行するのの、お供をするのが海苔の脇の獅子舞なんですが、それがもう、ここ3年ばっかりできてないです。2年はコロナの関係もあれなんですが、その前も、いろいろな都合でお祭り自体がなくなってしまって、まあ端的に言ってそこが収入源なもんですからもうどうにもならないという感じですけども、この郷土芸能祭は去年、1回休んで今年、まあ、ナードがコロナが少し収まってる雰囲気の中でやれたので、あ、よかったなというふうに思ってます。まあ、今年と去年の活動の内容としては、もう一つ中学校の文化祭っていうのが、まあ、そこはお客さんを入れないで中学生だけが、家族とか PTA の方々と一緒に踊っているっていうくらいの、活動になってしまったので、まあ、それでも、芸能の伝承っていう点ではできたかなというふうには思ってますけども、なかなか思うようにはいってないのが、まあ、状態でございます。はい。どういったところが思うようになるんですか。はい、どうですか。やっぱりね、のびのびと踊るには踊る場所がちゃんとしなきゃならないんですけども、さっき言ったように、本来であれば一番踊るところはお祭りのお供なんですよね。そこが例えばもう疲れるくらい踊ってるのが、現実ずっとやってたんですけども、それがちっともないからなんか力が抜けたかなという、そんなようなところがちょっと残念だったなというふうに思ってました。はい。次の活動の予定とかはありますか。3月に、三鉄の開業祝いかなんかの記念日かなんかがあるんですけども、その時に駅で踊れればいいかなとは思ってましたけども、まだそこはまだはっきりしてないところがありますので、まあそんなような予定で、あとはもう、来年度の予定になってくるので、今年はもうそんなもんかなというふうに思ってます。いきなり申し訳ありません。あ、いい。お話ありがとうございました。はい、ごめんください。どうもありがとうございます。